よっしゃ、今日もゼルダをやっていこう。ワイルドなゼルダをやっていこう。うむ、ウィス。楽しいね、このゼルダマンは。今回は1時間ぐらいで終わろうかなと思います。おっそっす。さあ、何をしよう。今日は何をしよう。違う。今日は何をしよう。楽しいぜ、ほんまに。こんなに楽しいゲームがあろうものか。うん、いや、ない。半語。ほんまに。だ。でんでん。どうしよっかな。武器が今松明しかないよな。松明って武器じゃないしな。武器欲しいな、新しいの。あれが進みました。いやいや、全然進んでないよ。もう昨日のまんまよ。昨日やったところからですよ、これはね。さてさて、これ、うわ、断崖絶壁やな。あんなんどうやって行ったらええねん。でもなんかこの頑張りゲージみたいなんが溜まってくると、こんなところでも登れちゃったりするんかな。あ、無理やな。このリンク君死んじゃう。さすがに登れない。これは頑張り山は無理やな。どっから行けばいいんやろな。あー、でもこことか辿っていけば行けそうね。おっすおっす、みんないらっしゃいませ。ゆっくり見ていってね。さて、こういう出っ張りがあるので、こういうところでたまに休憩をしていけばワンチャン。あ、きつい、きつい。頑張れ。あー、くそ。あ、ちょちょちょ、よし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 よ長くも強いになるんかね、そのうちね。お、入られそう、入られそう、入られそう。からの、なんか風が吹いてきた。あ、ジャンプしちゃうからか。なるほど。ゆっくり登りゃいいねんな。なるほど。なに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 、待って、あんまりいい武器がないのでやめて。ちょ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 、やめて。伸びそう。待って。あが、あが。よし。よし。ゴブゴブリンの骨、オッケー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 。ゴブゴブリンの骨で戦おう。よし。よしよし。ゴブゴブリンの骨で。ゴブゴブリンの方もう壊れんの早いな。よし、ゴブゴブリンの骨、一応これを武器とするしかないからな、今のところ。よし、あいて、あいて、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 めっちゃおる。てか、なんかね、再生してんのよな、こいつが。ね、そうだから、なんか急所を狙ったりとかあるんやな。頭を壊さないと再生するんやな、要は。あ、そういうことやな、ね、やっぱり。オッケーオッケー、
そういうこっちゃね。はいはいはい。いやでもオーブリンの骨でもきついな。やっぱりちょっとあのハンマーとかもうちょっといいもの欲しいな。うん。先進む前に武器ちょっと探しましょう。テケテーテテケテー。うん。ワコワコオスオス。どっかに剣刺さってたよな。え、マジで？マスターソードある？マスターソードとか手に入れられるのいつになるんやろうな。あ、木の枝や。今の俺には木の枝さえも嬉しい。剣欲しいよな。剣ないと草刈れないもんな。マサオになれないので、草刈り。なので、うおー、ここ端っこか。なるほど。パラセールがあるとここも飛び立てる。すげえことやな。うん。剣が欲しい。間違えた。売っちゃった。オーゴブリンの骨が壊れそうだ。うん、知ってるよ。ちょっと待って。ラグい。いやーでもなー。ゼルダ配信って基本的に草むら走ってるだけになりそうよね、これね。でも俺はこの道をただただ走ってるだけでもすげえ楽しいゲームやねんな、これな。うん、ね、かっこいい僕夏、かっこよくてむちゃくちゃ広い僕夏って感じやね。うん、わ、綺麗、美しい、美しい。あの真ん中の塔なんやろな。すげえぞ。こつやで、いらっしゃい、いらっしゃい。ゆっくり見といて。うん。タタ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 行ってみよう。もうスイッチいらんのでは。うん、俺もそんな気してきた。あの、ね、スプラトゥーン試写会の日 いないんです。僕出れないんですよね。スプラトゥーン試写会出席できないので、じゃあもうスイッチだいぶ後でええやんという結論になりました。なのでスイッチはもう手に入る。さすがにスプラトゥーン発売までにはあの供給追いつくでしょう。あれ夏でしょ、スプラトゥーン2発売。うん、いつかは買うんですけど。うん、なのでね、うん、全然いいかという気がしてます。そうそう、よっしゃ。この周りに剣があるという噂を聞いたぞ私は今。これが嘘だったら視聴者に本切れする。大人げない実況者。スイッチ予約してきた。マジでできんの今。いいな。別になんかもう5月とか言われてもいいから予約だけしたい。もうなんかもう少々遅くてもいいから予約する方法が欲しい、ほんまに。うん、スイッチ欲しいって言ったら Wii のソフト5本買ってくれた。どういうこっちゃ。ね、剣剣剣剣どこや。あ、そや、あのじいさんがおったところになんかあるという噂があったよな。斧がなんかとか。じいさんおるな。あ、おった、あった、これや。松明やんけ。うん、秘密、うん、好きにするがいいわい。言っておくわ、この先は魔物がおるぞ。いざとなったら武器としてでも使うんじゃな。うん、今教えてくれた。この辺に斧がある説はないんか。ちょっとだいぶ素材溜まってきたからなんか焼いてみよう。うん、あとは言ってもな、あ、鍋やな。焼くより鍋やな。よし、鍋までちょっと置いとこう。 OK、うん、あ、これか、来た、やったぜ。しかも、
コリの斧ってこれ斧やん。やった。うん。わ、ちょっとこれ大変やな。ちょっともうちょっと素早い剣が欲しい。でもこれ木が枯れるねんな、この斧やろ。おお、すげえ、すごーい。斧が切れるフレンズだね。じゃ、木が切れるフレンズなんだね。うん、楽しいっす。これは無理やろ。うん、無理なんだ。なんかなぜか貫通する。え、右、なになになに、右、なんかある、こっち、うん、お、この池の辺に何かがある。お、あれ取りたかった、くそ、失敗した。ゆっくり寄らなあかんかったな。うん、そこ、え、この辺、うん、え、この辺、どこやろう、ん、マキタさんらっしゃい。この上とかかな、なんかおるな、上に。特になし。うん、池見てみ。うん、あ、あっこか、マスターソードや、あれか、マスターソードや。これ飛び込んでいいんかな。いいよ。やった、マスターソードや、やった、錆びた剣やった。クソ、マスターソードやと思ったのに、ちくしょう。武器ポーチがいっぱいです。マジか。待て。うん。いらんものいっぱいあるはずや。武器は。ボブゴブリンの方で、ね、これもいらんわ。壊れそうやし。壊れそうなほど。でさてさて。で。うん。マスター登場ってさ、やっぱオープンワールドやからさ。ね。うん。なんかね、その。強い武器が最初に出てはいけないという常識さえもぶっ壊してくれるんじゃないかとちょっと期待してたんですけどね。やっぱね、そこの常識まではさすがに覆せなかったのか、いくらゼルダとはいえ。溺れかけましたよね、さっきね、こっそり。しれっと溺れかけましたね、僕ね。あ、もう遅いな。なんか、どこ行こう、この上とか行ってみようか。うん、うん、そこら辺のクソ雑魚がクソ強い武器持ってるかもしれない。へえ、何これ。お、ちょっと寒いやつじゃん、あれ、これ寒いやつじゃん。あ、寒いやつや、やっぱり。あかん、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 寒いやつや。うん、なんか防寒グッズみたいなの持ってこんとあかんやつや、ここ。うん、あかん、あかん、無理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 。あー、危ね。うん、動画としてあげてくれますか。あー、え、動画であげた方がいい。そういやさ、なんかiPhone 勢とかがプチプチだったりとかいう話もあるので、昨日のも録画してあるから、やっぱり動画にした方がいいのかね。うん、そうしようかね。よしよしよし。よーし。お、なんか村みたいなとこあるやん。てか家がある。あそこ行こう。もうなんか、祠というミッションを忘れてるな、俺。あ、でも祠行かないと、この、ちっちゃい地帯から抜けれないんだよね。それは寂しいな。なになにこれ、なにこれ、なにこれやけど。
なんで気づかへんね。ほら。あ、ヘッドショット来たね、今の。やった。うん。うん。うい。お、ゴーゴーだけ手に入れました。よしよしよし。よ。うん、ゲームでいう雑魚敵はボス敵以外を指す。なるほどなるほど。うん、そうだね。それはそうだね。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、ゴーゴーだけ欲しい。ゴーゴーバー。ゴーゴーバー。オッケーオッケーオッケー。よし。うん。あ、ちょっと、あ、ちょっと、気づけた。もう無理、無理、無理。よし、ちょっと待って。木の枝ってきついか。よし。木の枝ってこんなもんか。しかし。うわ。きつい。よし。マジで開けて。よし、木の枝。よし。コンボ。で。うん、なんか食おう、なんか食おう。めっちゃあるからな、食べ物は。よしよし。で、よし、僕コンボ使いましょう。うん。へへぇ、弱いぜ。うん、えぇ、弓ポーチがいっぱいですやって。どれか捨てよう、これ捨てよう。OK。真っ向勝負ばっかりやね。盾とかはないんですよ。盾装備してるよ。ボコの盾ってやつ。うん。ボコ弓、ボコ弓、ボコ弓。ばっかりやね。木の矢がもうちょっと欲しいな。なんかどっかで回収できんかな。敵が撃ったやつ回収地道にしていくしかないんかね。もう盾ポーチがいっぱいです。盾も。ボコタでばっかりやけど、まあ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 別にいいよな。くそ。ニコニコと腰つべ両方上げてる方ってどっちで見たら嬉しいですか？いやいや、ニコニコ、いや、なんか好きな方でいいよ。あなたの見やすい方で見てねっていう意味で両方に上げてるだけやから、別に俺はどっちで見たら嬉しいとかあんまないですよ。うん、好きな方で見てね。これどうすんのやろ。壊れそうにないな。こっちが壊れた。どうすんのこれ。うん、無理なんかなこれ。火、あ、燃やすんか。なるほど。なるほどな。よし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 。ワクワクフルデイズ聞いてきました。ああ、ありがとうね。うん、ありがとうね。ラジオで聞いてきたわけね。ありがとうございます。そう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 。あ、なんか私ワクワクバンドというバンドをやっておりましてですね、今日ちょっと初恋会の曲がなんと普通のラジオで流れるという、なんかちょっと調子に乗ったことがありまして、ありがたい。あ、痛い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 。よいしょ。よいしょ。お、宝箱あるじゃん。爆弾や。爆弾欲しいよな。ゼルダといえば爆弾だよな。よしよしよし。頑張り鉢の蜂蜜。手に入れた。うん。こいつって人間なのに、いや、エルフじゃないの、リンクって。ね。類としたらエルフの類でしょ、この人。ね、ワイルドフルちゃんのゼルダ放送と聞いて、そうなんだよ、そうなんだよ、ワイルドだろう。お、投擲槍。うん、投げる、投げて突き刺すのに、なるほど、特化した。結構なんか変なもんいろいろ手に入るな。ポーチがつらいな。そうそう、今日になんか普通のね、埼玉のラジオでですね、キラスタっていうナックファイブでね、ラジオに出まして、またワクワクフルデイズという別の新しい曲を初公開しました。
話でしたよ。あ、じゃあの鳩取りたい。鳩ゆっくり近づいて取れる。爆弾すぐ押して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 、いいね。爆弾欲しいなけど、俺はあの鳩欲しい。鳩、鳩欲しい。あ、ちょ、鳩無理か。鳩は無理なのか。鳩取るのは無理なのか。くそ。あ、蝶々欲しい。うん、蝶々ならいけるかな。蝶々、蝶々行かないで、蝶々。よし、来た。ポカポカー、ギハを手に入れたよ。うん、取れます。あ、弓か、なるほどな。オッケーオッケー。なんかめっちゃでっかいモンスターおる。ちょっと待って。よし、あ、ジジイやった。ちょっと本気で分かってなかった。すいません。こうやって切るんだよ。お、なんかある。おお、コログのうちわやって。へえ。うっす。また会おうたな。何してんの。この木を切り倒してじゃな、薪にでもしようかと思っての。じゃが思った方向に切り倒すのはなかなか骨が折れる。倒したい方向にきちんと体を向けて腰を入れねばならん。あ、なるほどな。うん、もう切ったんやけど。これ倒した、切った木ってなんかさ、こうさらに、おお、薪になった。すっごいすっごいすっごい楽しい。あ、でこれこっち向きに切ったら箸できんじゃん。ほーらー、やったー。ういー、うおい、やったぜ。待って、怖いなこれ。頭いい。すごいフレンズでしょ、うん、すごーい。木が切れるフレンズなんだよ僕は。よーし、うん、何何、あれ、なんか武器らしい武器がなくなってきた。コログのうちわってどんなんやろ。よし、待って、ちょっと待って、うん、ちょっと今回は学習して後ろから近づこう、ゆっくりと。ちょっとなんか向いてる方向が悪いな。あっちに気づかれるんだよな。うん、あっ、あ、そういう感じ。あ、押してった。いやでもこれじゃあちょっとアイテム手に入れへんからな。ちょっといまいちですねそれは。それはいまいちですね。うん、武器の説明見たよ。見たけど、なんか、いまいちよくわからんかったから。使ってみた方が早いでしょ、説明見るより。ね。あ、ここリンゴめっちゃ鳴ってるやん。うん。こういうところは、これは切り倒しましょう。えい。えい。いいぞ、いいぞ。リンゴがいっぱいだ。いいね。で、ちょっと薪にしとこう。うん。これ薪って結構持っといた方がいいんかな。ね。いいですね。うん、リンゴリンゴ、よし。オープンワールド苦手。いや俺もね、一本道もそれはそれで好きやってんけどね。オープンワールドも、まあ、両方好きですね僕はね。うん、オープンワールドゲーってあんまり今までそんなにやったことなかったんけどね。うん、まあ、でもなんかスカイリムの前身みたいなやつはやったよ。何やったっけ、あのヘイヨーグッズススのやつ。これでわかる人おるかな。ヘイヨーグッズススのやつっておかしいねんけどさ。うん、何やったっけ、オブリビオンや。そうそうそう、オブリビオン。そう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 、オブリ、あ、知ってるねみんな。そう、オブリはね、やったんですよ。結構やったよ、オブリは。個人的に楽しかったよ。うん、なんかおるな。うわー、でもなんかもうやることなくなったな。ここ特に何もなかったんか。よし、オッケー、帰ろう。よー、はい、はい。
よっよっ、うん、まあでもこのオープンワールドゲーはなんか動画にするなら編集したくなるけど、まあ生放送のアーカイブとして YouTube に上げていくかね。うん、ここなんかあるよ。え、あった？あ、ほんまや、赤いのあるやん。ほんまや、行こう。なんだよ、あるじゃん。行かなきゃ、行かなくちゃ。ゼルダ何歳なんやろ。あ、ゼルダちゃう、リンク何歳なんやろね。そういえば、うん、リンクさん年齢聞いてもいいですか。ちょっと待って、これどう登んねん。ゆっくり登った方がいいのね。なるほど、ジャンプするとスタミナがなくなってしまうので、ゆっくり登って、あ、休憩所あるね。ちょっとこれ、よし、うん、うん、116歳むちゃくちゃやん。よっしゃ、ちょっと休憩。よーし、よし、行くぞ。うん、10万16歳カッカやろ。おお、なんか裏筋が、うん、よいしょ、うん、あー、しんどい。ゴーゴータケ、オッケー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 、よいしょ、よし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 、ちょっとちょっと、うん、うん、よし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 、ゴーゴーで竹をどんどん取っていくよ。うん、ウェーよ、おっとっとっと、よしよしよし、ういよし、はい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 、わあ、ゴーゴータケすごいな。これもうほぼ逆向きやけど大丈夫？こんなん登れんの？リンクくん、あ、ちょっとスタミナの減りがしんどいな。うん、うん、リンクのスペック高いよなほんま。すげえな、今作のリンクは。元気すぎるやろ。よし。ああ、オッケーオッケー。ちょっと休憩したらすぐ回復するからな。高所恐怖症やからリアルなら無理だわってさ。あの、高所恐怖症とかそんなレベルの話じゃないんだよな。高所恐怖症じゃなかったら登れんのかっちゅう話。うん、入らるね、山田。よいしょ、山田。はい。うん。よいしょ、ちょっと休憩ね。よし。ほこらどこやろな。この上かな、ほこら。うん。お、上が見えてきた。うん。よし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 。きたー、ほこらだ。結構祠たどり着くの大変やったな。よし、わ、モダイの祠。オッケー、行きましょう。ウィーね。まあでもリンクはあの人間じゃないから、人間の常識で測れる感じじゃないから。ドゥーン、手に持った食材を放り込んでワイルドに調理することができる。料理鍋も持ち歩きたいよな。どこでも料理できるようになりたいね。もうサスケ出るとかそんなレベルの話じゃないと思う、リンクは。うわ、何このお前、サスケみたいなステージ来たやんけ、言うてたら。時を止まれ。ん、はい、崖から行く人あんまおらへんよな。え、あ、別のルートあったんや。ちゃんとしたルートあったんや。だって、近かってんもん。シーカーストーン認証アイテムの流行を監視します。はい。ピンプンプンピンピンプンピンピンピンプンピンピンピン。え、リンクって普通に人間？この耳は人間じゃないでしょ。ほら、崖から行ってる人おるやん。ほらほら。ごまだれん。控えめなゴマダレ。物体の時間を止める。うんうん。時間を止めた対象に衝撃を与えると動く力を貯めることができる。うん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 。
なるほどね。オッケーオッケー。アイテムを切り替える。ビタロック、オッケーオッケー。あっちを止めるのか。はい、あ、こういうことね。はいはい、うんうん、はいはい、うん、なるほどね。はいはいはい。あ、ビタロックできる時間が決まってんのか。にゃーるほど。うん、怖っ、こーわっ、ふっ、ここってビタロック使うべきとこなの？あー、使えるな。使える、使うべきとこやったんかもしれんけど使わんかったな。あ、でもあの正面あるな。お、なんかハンマーある。これもらっときましょう。やった、鉄のハンマー。武器としても結構強い、いいですね。あ、ポーチいっぱい。あかんかんかん。コルグのうちはいらないです。こんな参拝武器いらないです。いえへい。おうおうおお、これは、あ、奥なんかあるね。うん、ホワイトデーも用意したよ。これは、なるほど。よし、ほら、うん、よし、イエーイ。おお、いいですね。待って、縦ポーチも、縦ポーチもいっぱいやな。失礼しましょう。お願いしまーす。うん、でも、ボコタッチするしましょう。OK。ウィーそこはもう止めないでいきましょうね。で、あそこは止めて衝撃を与えるんやな。OK、OK。ええの勝ったわ。ほんまにええゲームやな、これな。ほんまに。ほんまに、ほんまにええゲームやな。あ、ハンマーじゃないとあかんのかな。せっかく手に入れたってことはね。ふんふんふん。うい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 。どうや、こんなもんでやろう。止めた。すっげえ面白いなこのギミック。へえ、ホームランでしたね。なるほど。あ、もう終わり。楽勝楽勝。担任からお礼にゴディバがもらえる、すごいですな。うん、担任の先生にホワイトデーとかね、あげる時代なんやね。へえ。うわ、試練を克服した者だけが授かることができる勇者の証を手に入れました。いや、ほんまね、任天堂はよういいゲーム出すよな、ほんまな。な、ほんまにな。それに引き換え、俺がずっとやってるスマホゲームのガルトラは、人が少ないよ。明らかに人が減っていってるよ、どんどん。寂しいよ。まあ、ええわ。始まりの大地。なんか、ちょっと待って。なんだ、急に。貴様。なんだ、貴様。槍か。槍もちょっと欲しいとこですな。うん、松明、コルグのこれいらんの。お、タイトの槍やって、やった。それ欲しい、それ欲しい。 OK。 タイトの槍もうちょっとなんかいっぱい欲しいな。持っときたいなね。無理、アンドロイド？ん？どういうこと？ああ、携帯？携帯 iPhone だよ。松明も1本でいいよな。これとりあえずいらんな。んで、やり取って。ボブゴブリンの骨はいらんな。武器迷うな。でも、剣はいるし、
松明1個捨てるか。まあいっか。いや、ボココンボ捨てよ。で、槍にしよう。ボコ槍。あ、ボコ槍になっちゃったな。タイジャー、旅人の槍が欲しかったのにな。まあええか。これでいくか。うん。ね。よいしょ。ぬっす。とりあえずここはクリアしましたー。やったぜー。あの黄色い方向かいましょうか、ね、結構みんな配信者みんな iPhone に変わったよね。あ、そうなの。牛沢とか泥勢じゃなかったっけ。トワポンとかね。あ、そうそう、 GS3 の時 Siri で Siri 反応してたやろ。そうそうそう、俺は結構ずっ、あ、でも昔はアンドロイドやったな、そういえば。いやね、なんかね、iPhone やっぱいいよ。ようできとるよ。あ、やばい。え、冬モード入っちゃった。ここ冬モードか。あかんわ。う、つらい。ちょっと急に冬モード入るな。やめてほしいな。あかんわ。ね。ビタロックもいろんなものに使えるから。そうやな。あ、なんかあるやん。おった、だだだあ突然の死死んでもペナルティーないからいいよねこれね。うん、どこに戻されんねやろ。オートセーブどこで走ったんやろな。あ、ここか。あ、ここか。痛い。旅人のやりは欲しい。オッケー。武器をこれとこれ捨てて、旅人のやり取って、ボコやりも取りましょう。はい、うん、これでいいか。ん、おお、抜けば拾っていこう。松明抜け。うん、でこいつか、こいつをえい、あ、ボコや、ボココンボでもよかったな。あ、壊れちゃった。まあいいや、飛んでけお、やったー、ごまだれー。で、ボコ弓はいらないねー。よっしゃ。 iPhone 熱くならないの。うん、なるよ。むちゃくちゃなってるよ。なってるけど気にしないで使ってるよ、うん、よいしょ。松明乗っていくか。ボコやり、よいしょ。うん、いやー、どうそっかな。次ここやな、マップピン。でもここさ、ここがこのハイリア山ってところがめっちゃ凍えにじぬから、その凍えないアイテムみたいなのを作らなあかんねんな。今日ね、1時間ぐらいで終わる予定なのでね、言うてもあと20分ぐらいなんですよ、予定としては。うわ、これ、これ降りていくのきついな。え、どっから帰ったんやねん、これ。お？こっち行ったら凍えるやろ？あ、ワープするか。うん。そうやな、ワープすっか。まあ、ここでいっか。ワープしよう。ガラケーと比べたら何でも。そうね、あ、アローズか。なるほどな、あったな、そういうのも。盾を構えてタイミングよく A で相手の攻撃を振り払うと攻撃を弾し返すチャンスが生まれる。なるほどな。うん、うん、盾構えるのってあれか、これやな。これで、これな、これな。はいはい、オッケーオッケー。
よいしょ。うん。おい、ワイルドフルちゃんの登場だぜ。ん？どうだ？俺は草を刈るぜ。ワイルドだろ。ん？草を刈るぜ。稲も刈るぜ。回転切りもするぜ。ワイルドだろ。どうだ？次が、これやな。ここ行かなあかんねんな。うん。逆。こっち向きかな。とりあえずこっち向きに行ってみるか。なんかわからんけれども。うん。うわ。しかし。ゆっくり降りたいけど降りられへんよな、これ。降りる方が辛いよな、登るより。この断崖絶壁降りられへんな。はよパラセール欲しいな。パラセールあったらこんなんも降りれんねやろ。ね。厳しい世の中です。こういう稲が欲しいな。普通木の枝はもういいんだよな。料理鍋ないかな。じいさんや、料理鍋が欲しいよ。うん、パラショール。いや結構ね、テレビで見なくなった芸人さんね、そう、ローカルだったり営業でね、実は活躍してる人多いからね。うん、なんだっけ、あの人、あのエスパー伊藤さんとかね。結婚式とかの余興に呼ばれまくってるらしいしね。うん、テレビでは見なくなったけどね。テレビってね、名前売るためのもんで別に儲かんないみたいだしね。そう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 、うん、そうそう。お、イノシシ、あれは欲しい。イノシシが全然狩れないんだよな。あいつ早い、動きが無理や。近所に小梅太夫、小梅太夫さんめっちゃ呼ばれそうやな。この間引退したんや、エスパイトさん。あー、そっか。まあ、あの芸ね、長いこと続けられへんよな。なかなかしんどい。あー、やった、料理場所や。よし、あ、コロッケさん温泉街とか似合いそう。コロッケコロッケ温泉街ほんま似合いそう。いいよな、コンベだよ。いろんなとこ行ってるやん。おめでたい頭で何よりの PV にも出てたし、コンベだよ仕事を選ばない説。ね、うん、ゴーゴートカゲ、ゴーゴー、ゴーゴートカゲ2個と、じゃあね、どうしようかな、どうしようかな、ゴーゴートカゲ2と2個と、どうしようかな、忍びそう2個に、さらにバッタも入れて料理に入れてみる。おりゃ、いけいけ。うん、シャンシャイン池崎みたいな。あー、ダメ？マジ？そうなの？だ、あんまりなんかいろいろ入れず、バッタバッタ忍びそうぐらいで行ってみましょう。はい、どうだい？あれ、ダメ？そっか。料理に使うと移動力が向上する。ゴーゴーだけ。ポカポカアゲハ。あ、これあれじゃん。魔物の素材と煮込むと体を温める薬になる。これいるんじゃん。ね。うんうん。ポカポカアゲハとで、ゴブリンの牙。よし。えっ、うん、来い。そう、ピエロのやつね。あ、来た、ピリ辛薬。ほん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 、これで雪山に行けるわけね。これがいっぱい欲しいな。
いやー、ポカポカアゲハもっといるな。足りねえよこんなんじゃ。リンゴ、リンゴ5個モリモリリンゴ、どうだ。うん、きた。おー、煮込み果実5、いいですね。はいはい、じゃあね、ハイラルだけ、あ、間違えた、食べたもんだ。うん、全力キノコ、うん、イエーイイエ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 イ、ほら来た、串焼きキノコ、あ、美味しそう、いいね、いいわね。だこういうのはね、普通にいけんねんな。じゃあ、頑張りだけとハイラルだけのダブルキノコ。お、マリオとルイージの色してんじゃん。ほら、兄弟丼だ、兄弟丼ぶり。頑張り串焼きキノコ、いいですね。うん、オッケーオッケー。あ、あのおじさんに会えたら防寒具くれんの？へぇー、マジか、そんなんもあるんやな。虫と一緒に煮込むと薬になるもんな、これな。よし、じゃあこれとゴーゴーガエル、うん、えい、なんかできた、ゴーゴー薬、ゴーゴー薬できました。ボブゴブリンの角と、ゴーゴトカゲ、あ、これはもう作ったやつやな。待って、待って、これとバッタ、うん、ふい、ティッ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 ティーン、飯だ飯だ、頑張り薬、いいですね。うんうん、そっか、頑張り役、もっと頑張り、もっと頑張れね、もっと頑張れよ適当なことばっかり言ってほんま。なるほどな、ちょっとなんかいらんものがたくさんできてきてしまった。ピリ辛役もっと欲しいな。うん、そしてまあ普通にリンゴを、うん、焼くか、ガバッとね、はい、うん、はい、間違えた、はい、うん、酸っぱい料理してたら、いや、まあ食べれるんじゃないの、別に。待って、こっちも料理の素材にできんのかな。あー、無理か、焼きリンゴはもう素材としては使えないんやな。ふんふんふん、これ2本2本にしたら、あのパワーきつめの兄弟丼ができるんじゃないの。うん、おん、やっぱりね、なるほど。で、ゴーゴーだけ、あ、ゴーゴーだけと、おい、キノコ三原色いけ。あれ、普通の串焼きキノコになった、あ、そうなんや。あ、ハイラルソー、そういや使ってなかったな。ハイラルソーと蜂蜜、難しいな。でも蜂蜜、リンゴ、蜂蜜リンゴ 100% うまい、どうだ。うん、お、なになに、おめっちゃ回復するめっちゃええやつできた、めっちゃええやつできたんちゃうこれ。ちょっと栄養となったもん、楽しい、やった、いいのできたね、これはね。ハイラルソーとハイラル草と、リンゴとどんぐりとか適当、えい、うん、えい、お、なんかできた、おお、蒸し焼き果実やって、結構いいじゃん、ほう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 、なんか料理楽しくなってきたな。うん、どうしよう、レシピってどっかに溜まっていってんのこれレシピってん
ね。料理いいよな。蜂蜜だけだとどうなるの？ああ、蜂蜜だけっていうのもあるやろな。でも今1個しかないからな。1個突っ込んでもしゃあないやろ。マジで整理。ああ、いいですね。ありがとう、ありがとう。レシピを見るってないんかな？俺が作った。うんこ1個ある。あ、コルクのみか。はいはい。レシピを見る。ないんかな？ないな。まあええか。これぐらい料理作ったら、料理クリックして食べるかレシピ選べる。あ、作った料理、じゃあ食べる。なるほど。あ、これでレシピって見るんか。あー、なるほどな。じゃあなんか記録されてはいかへんねや。それつらいな。ね。うん、そっかそっか。記録されていってほしいのにな。ホタル、ホタル。虫だけを煮込んだ。ホタルの佃煮。ダメでした。ね。まあ、暇つぶしはええか。松明じゃないよ。よいしょ。えい。よいしょ。お、なんか落ちてる。ん？ん？まあ、ええか。ちょっとだけ延長するか。いや、もうやっぱこれ楽しいな、このゲーム。楽しいな。ほんまに。なんだこのゲーム。ふざけるな。いや、マックスまではやらないと思うんですけどね。あのイノシシ倒したいな。でもな、弓矢でもちょっと狙われへんしな。あんなスピードで動かれたら厳しいな。ね。そうだ、もう1時間なんだよ。えっ、あ、無理やな。イノシシ狩りたい。ちょっとイノシシ、あれ追いかけよう。追いかけてまた止まったところを撃とう。どこ行きやがった。ちょっと早いなあいつ。リソール。リス、うん、頭か、ヘッドショットか。よっよっ。あ、リス倒すとどんぐりなんや。鳥の卵、こんなんあんねや。へえ。いただきます。これ親鳥ぶち切れるやつや。いただきます。しかしこの世は非常なのだ。よし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 。イノシシ、イノシシヘッドショットか。ちょっと遠くから。よしよし、こっからヘッドショット一発。あ、ちょっと向こう向くなってあいつくそ。来たへー獣肉を手に入れました。やったぜ。見たかこのエイム。えい、ちょっと矢が欲しいですね。ね、矢が欲しいな普通にな。入られそうだ。何これ。なんというわけでもなかった。肉や肉や。
的なやつか。あのゼルダって何をするゲームなんですか。今回のゼルダは特殊でですね、何をしてもいいゲームになっております。はい。そうそう、今までのゼルダはちゃんと目的が主にあったんですけれども、今回も目的はあるんやけど、あの何をしてもいいゲームになっております、今回のゼルダ。これが楽しい、とても楽しい、ね、魚も取れるよね。そうそう、なんか一回取ったわ。またこれ上か、この、しかもちょっとこの断崖絶壁休むところがない。これは登るの無理そうだ。え、登れんのかなこれ。頑張れゼルダ。うん、頑張れゼルダ、いっけいっけゼルダ、頑張るぞ頑張るぞ、右手はパーで左手もパーで、ロッククライミン、ロッククライミン、グーチョキパーで、グーチョキパーで、壁登ろう壁登ろう、右手がパーで左手もパーで、ロッククライミン。やばい、ちょっと待って、なんか、うん、食べよ。頑張り薬、頑張り薬もちょっとしか入らへん、ちょっとしか上がれへんよな。ちょっと飲んでみよう、とりあえず。よし、ロッククライミン、ロッククライミン。あー、うわー、あ、無理無理、ちょっと、頑張りだけ、頑張り回復すんのってやっぱレアなんやな。なんか使うのもったいないな、こんなところでね。微妙やな。微妙よな。落ちるか。いっと。ちょっと待ってくれ。この微妙料理を食べよう。うん。全部食べちゃおう。オッケー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 。ギリギリしな、なんか燃えてる。あ、普通に焼く場所か、ここは。風がすごいなぁ。なんかおる。へっ、あが、ちょっと弓矢がもったいないな。戦うか。オッケー、うん、よし、ボコ槍で強引に戦うぞ俺は。おら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 、俺の槍さばき、キャー。うるい、うるい。そして、待って、なんか武器くれ、なんか武器くれ。あ、武器武器武器落ちてる。オッケー、これだ、これを使おう。バカ野郎。よいしょ、オッケー、うい、お疲れ、お疲れーション、うい、うい。よしよし、よっしゃ、あとはこいつを倒すだけ。うん、えいえいえい。さあ、火の矢を拾おう。うん、弓矢を、弓矢をくれー。よしよし、木の矢くれー、木の矢くれくれー。よし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 、いいね、うん、よしよし、木の矢くれくれー。オッケーオッケーオッケー。武器ポーチやっぱすぐいっぱいになるな。これが厳しいとこですね。武器ポーチって大きくならへんのね。うん、狭い、細い、風が強い。どうなってんだこれ。うん、拡張手段があると思う。ああ、そうなんよね。まだ先か。まあそらそやわな、まだ始まったばっかりですね。
お、これなんか止めれるやん。えい。うん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 。ほー。だからなんだって感じか。マグネキャッチは？マグネではないな。うん。うん。ちょっと待って。あれ届かへん。届かへん。なんかありそうやねんけどな。よっ。あれ。あ、ちょっと待って。まだパワーが溜まってないわ。マグネパワーの。よいしょ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 。あれ。当たれへん。当たれへん。くそ、なんもない。確か矢で撃ったら、あ、そう、それもいいな。うん、確かに、うん、矢で撃ってみよう。よし、えい、うん、えい、あ、一発でいいかな。あ、なんもない。そうですか。燃やしてみっか、なんか、そうやな、燃やしてみよう。爆弾や、普通に爆弾や。うおおどこやセーブしたん。ちょっと待ってくれ。え、結構セーブし、あー、結構オートセーブちょいちょいしてくれんのね。よかったよかった。あー、ここか。オッケー。うんうん、分かったよ。あ、ちょっと待って。ってことはさ、ってことはさ、よし、オッケー。まあ、これはよっとしとして、これはいいでしょ。で、爆弾や装備して、いて、いけ、ドラッ、うわ、ちょっと待って、燃えてる燃えてる。しかし、あいつ生き残っとんな。まあ、こいつタフやな。タフなやつおったな。うん。うん。ダメだな。あ、やばい。さっきほど木の矢が拾えてない。よいしょ。そうですか。もっと木の矢が欲しかった。あ、木の矢5個開いた。あ、だから箱炎の矢でーす。ありがとうございます。木の矢、よしよし。爆弾矢はちょっともったいない気もするけど、まあまあいいでしょう今のは、ね、すっごい風やな。うわ、燃えとる燃えとる。火がだいぶだいぶ飛び散ってるな、いろんなところに。草を燃やすと上昇気流が発生する。そんなんまであんの、すごない？マジで言ってる。どこやろ。よっ、上行きたいな。これ登りきれるかな。頑張れリンクくん。寝る人お休み。俺ももうちょっとやな。でもなんか、いや、ほんまこれいつやめたんやろ、このゲーム。
ほんまにね。うん。やばいやばいやばい、頑張れ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 、力の限り頑張れ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 、頑張って頑張って頼む、頑張って頑張って頑張ってくそ、もうちょっとやったのにな、もうちょっとやったいけるよな、これ場所考えたら。よし、よっよっ、うん、ストーリーあるよ一応ね。よしよしよし、うー、もうちょっともうちょっと頑張れ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 、君はスターだ、うん、頑張れ、よし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 、もうちょい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 、うおー、なんかこう、うん、シャキリンク食うとこ、おー、えらいぞリンク、よく頑張った。うん、そしてだな、どこに行くのかというと、うん、なんだなんだ、命なしなしなしとかすごいめっちゃ普通の感想や、そうやな、すごいな、確かによし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 、すっごいな、あれ俺がスタンプ売ったんどこ、あ、全然ちゃうとこ来てるやん、俺こっちに行きたかったのに。うふ、よっ、うん、よっよっ、うん、すっごいな、しかしこれ、よっ、頑張ってリンク、うん、おー、どこでもいける、すごいな、うん、いけ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 、よし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 、よし、剣持って、チェン、あ、ちょっと待って、蝶々おる、あれはゲットしないとあかん蝶々や、あれ蝶々どこ、おった、ポカポカあげ、よし、いただきました、ポカポカあげあげは貴重やからね、なんか今出てきたな、あれ、逃げたか、よいしょ、これスイッチじゃないんだよ、うん、英雄版だよ、出てきてんな、あー、ちょっとどんどん逃げてく、お、なんかおる、うん、なんかおるのでボココンボで行こうか、うん、久々にゲーム買ってみたい気になるやろこの楽しさ、よっ、ヘッドショットダメだった、上がってこいや、あ、なんかちょっと強そうなやつおるぞ、うん、ゴブリンの王みたいなやつおる、これなんや、あ、なんや、これがあれば全然体温まるやん、なんや、こんな便利なもんあんのかい、ね、なんだよ、上がってこい、うん、どうすんねん、どっか登んねん、これ真ん中から、無理だよな、頭打つよな、うん、あ、こ、え、こっからか、どっからやろ、うん、あ、これか、
いや無理やるな。こいってこいっても何やこの間抜けな集団。でもな行かれへんしな。でもどうすんねやろ。ブルルーはいいんやけど。え、いたいた。あ、あれか。あれ無理やな。どうしたらいいんやろな。こういうの無理っぽいしな。こっちかな。マグネキャッチかな。これ無理なやつかな今。違うな。あれかな。おっしゃ。オッケー。よーし。強い。やっぱこの酋長みたいなやつ強いぞ。伊達じゃない。まずいな。旅人にやりで。寝られてんな。つらい。お、いいぞ。兵士の剣やった。トゲボコ立て。ちょ待って、ちょ待って。武器が多すぎる。ボコ立ても捨てよう。いたいた。ちょ待って。でアイテムちょっと回復回復。まあこの辺食っていくか。おらおらおら。ちょっと待って、武器がいっぱいです。なんだと？ちょっと待って。間違えた。松明捨てたもうだ。もうや、とりあえず倒そう。おし、オッケー。オッケー。よし。オッケー、オッケー。で、あとなんかあの弓矢打ってきてるうざいやつ。あいつ倒そう。あいつ。兵士の剣はもったいないな。で、よいしょ。OK。しゃ。ね。よっしゃよっしゃ。動物虐待しましたね。武器を奪い取るって盗賊みたいだね。まあね、まあ、お互いに盗賊みたいなもんやからね。そうそう。よっしゃ。よっしゃ。だいぶ木の矢を補給できましたね、ここの地点で。いやー、いいですなー。火がめっちゃ燃えてんな。しかしここを拠点として少し料理して終わるか。今日はこの鳥の卵をなんかに使いたいな。卵でしょ。卵キノコどんぐり絶対。なんではみ出んねん。ちょっと待って。あ、そっかそっか、火つけてへんからか。ベロベロベロってはみ出た。なんや今の。よし、オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って。
キノコキノコキノコどんぐり卵。うん、これ。えい。お、いい音鳴ってる。きたー。お、スーパー串焼きキノコみたいなのができました。でも串焼きキノコは串焼きキノコなんやな。なるほど。あれ何？あ、これ普通のモコタテか。はい。うん。じゃあね、もう一個卵つく。あ、そっか、このポカポカの実か。ポカポカの実と、ポカポカの実2個と、うん、普通にまずポカポカも2個でどうかな。なんかできた。うん、ピリ辛炒めポカポカいいですね。うん、獣肉とポカポカの実、これ絶対いいでしょ。これにちょっとどんぐりを混ぜて、隠し味してみました。いかがかな。うん、うい、おー、ピリ辛スパイシー焼肉うまそう。飯テロうまそう。はい、そやね、ポカポカの実と、ハイラルソーいいですね。草料理、普通に草料理いいですね。これ普通にいってみましょう。ほい、うん、お、めっちゃ良さなってる。おお、これコスト安くて結構いい感じなんじゃない。ピリ辛蒸し焼きや果実長いし時間も。もう一個作っとこう。簡単にできるし。どんぐり混ぜてみようか今度。え、この3つでどうだ。うん、余計なことしない方が良かったですね。はい、ピリ辛蒸しこれだけの方が効果は長いですね。もう一個作っとこう。うん、あれ、なるほど。あれは、その、あれか。運なんやな。なるほどね。そういうことか。俺がいい調合したというわけではないんや。大成功が出たってことか。なるほど、なるほど。じゃあ、ボブゴブリンとポカポカアゲハ。うん。さらに、ポカポカの実を混ぜることにより、凄まじくポカポカになれる。いかがかな？どうだ。あーまあまあでも結構あったまるじゃん。いいねいいね。さてと、この蜂蜜をうまく使いたいよな。獣肉と獣肉キノコハイラルソー、そしてスパイシーさも混ぜてみました。絶対うまい。野菜たっぷり。うん、あれ、なんでそうなんの。なんで串焼きキノコになんの。まあまあまあ、肉も混じってるんやけどね。あ、そうですか。なんやねんな。まあいいか、こんなもんかな。うん、まあこんなもんやな。本日の収穫は。やばい、永遠にやりたいけどもうねなな。あ、キノコが多すぎたからか。なるほどな。そういうことか。オッケー、ちょっともう永遠にやりたいけど。あ、松明壊れた。ちょっと松明もう一本どっか落ちてなかったっけ。ん、松明ないのは困る。あ、なんかある。琥珀、いいね。いや、マジ永遠にやりたいけどさ、もう 寝るわ、さすがに。ちょっとさ、しっかり寝ないと、睡眠取らないとね。いやー、いいなーこのゲーム。ほんまいいなーこのゲーム。神ってるなー。なんか取れへん。なんやこれ。光ってるけど取れへん。あ、
弓矢がまあいいやよし、じゃあこれで終わりますわ。うん、木の枝で代用にできる。ああそうなんやね、なるほどなるほど。よし、じゃあ今日はこれで終わろうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ほなねー、また近いうちにやると思います。バイバーイ。